ウィリアム・アレクサンダー・モーガンは、キューバ革命に参加したアメリカ人兵士で、その後反革命活動の容疑で処刑された人物である。1928年、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドに生まれる。オハイオ州のトレドに長く住んでいた。銃や格闘技に精通していた。CIA の要因だという説もある。1958年の初めの頃に、 キューバに入国する。7月26日運動に参加することとなる。当時のバティスタ体制打倒の立場ではあったが、フィデル・カストロの指導を受けるつもりはなかった。キューバ人の女性戦士のオルガと結婚する。サンタクララの街の近くのエスカンブライさんに陣取っていた舞台を指揮した。1958年12月、エルネストチェゲバララが合流し、12月31日に、 サンタクラーラを占領する。次の日には、フルヘンシオ・バティスタがキューバから逃亡する。1959年1月1日から2日にかけて、支援フエゴスを占領することとなる。1959年8月のハンカストロのクーデターの策謀を密告する。本来モーガンは反共主義者だったとされているが、革命政権を擁護する発言に終始した。フィデル・カストロは、 共産主義者でなく革命政権はバティスタ政権の前の状態に戻っただけなのだという内容を繰り返した。ただ、カストロ政権が社会主義の方向に向かい出した際、民主主義を目指して戦ったというモーガンの立場が危うくなった。なお、アメリカ合衆国政府はモーガンの市民権を剥奪する。1960年10月にエスカンブライさんに集まっている。 反革命勢力に加わり指揮したとして逮捕される。裁判では直接証拠が出てこなかったものの死刑判決を受けることとなり、妻のオルガも共同で陰謀に加わったとされ判決を受ける。モーガンは1961年3月11日に処刑された。その2ヶ月後の1961年5月にカストロはキューバが社会主義政権であると宣言する。 スマ・妻オルガが12年の刑務所収容の末、釈放された後、アメリカ合衆国に亡命する。2002年の雑誌のインタビューにオルガは答え、ソビエト陣営に接近しているカストロ政権に失望して、夫モーガンが反カストロの武装勢力に参加していたことを認めた。オルガは夫の名誉回復に奮闘し、2007年に夫、 モーガンのアメリカ市民権復活を実現した。ありがとうございます。